サガラゴーチチャンネル。はいどうも、日々これ編集、サガラゴーチです。僕って一番好きな飲み物、ラーメン屋の水じゃないですか。今回そんなことはどうでもいいんですが、チャンネル登録者が3万人に到達いたしました。紛れもなくいつもご視聴くださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。そしてなんと、皆さん、大変お待たせいたしました。私、サガラゴーチ、なんとウームからのお誘いをお断りしたいこととなりました。私はかねてより、ウームからお声掛けいただきたいこととなりましたことを表明しておりまして、相変わらず私はウームが定めるガイドラインを勝手に遵守して動画投稿を続けてまいりました。しかし今回せっかくの機会ではございますが、私はウームからのお声掛けをお断りしたいこととなりました。まだウームからのお声掛けは一切ないのですが、私はもっと重大なことに気がついてしまいました。皆さん、ウームに所属している人と所属していない人の決定的な違いは何だかわかりますか？そう、それは所属したいこととなりましたことを表明したかしていないかです。皆さんよく考えてください。ウームに今所属している人は全てウームからお声掛けがあり、所属する際に必ずウームに入りますと担当者や視聴者さんに伝えております。つまり所属したいこととなりましたことを表明すれば、誰でもウームに入ることができるわけです。そんな所属したいこととなりましたことを宣言すれば、誰でも所属することができる組織に価値はあるのだろうか。いや、ない。というわけで今回私はウームからのお声掛けをお断りしたいこととなりました。まあ繰り返しになりますが、ウームからのお声掛けは一切ございません。